今日の昼ごはんに、りんのりさんが好きな、納豆、豆腐納豆、玉、納豆、卵、はい、豆腐、混ぜご飯ご飯を作ろうとしております。それをね、あの社長の、あ、そうですね、岩田さんに食べさせるという、そう、岩田さんもいます、お邪魔してます。岩田さん、小食なんでね、ちょっと、うん、そうですね、あのご飯は少なめに、少なめとか普通みたいな。まあまあまあ、とりあえずこれぐらい入れます、ご飯。はい、はい、で、そう、まあ、卵はね、当然入りますわな。卵は入れますよと、はい、で、納豆ですね。納豆何でもいいです。なるほど、うん、まあ、というか、全部何でもいいけどね。卵もいいのかなって、まあまあまあ、これだけでうまそうだ。なるほど。どう入れまーす。はい、こうですね。あ、タレは？タレは使わないわけ。あ、使いますよ。使いますよ。全然使いますよ。ここで入れるやつは素人です。なるほど、はい。後で混ぜるわけですから。あ、はいはい。なるほど。で、まあ、でね、からしもね、ちゃんとね、一応全部入れます。素人はね、こう豆腐を入れてから味の素をかけると思うんですけど、はい、ここでかけますね。やはりグルタミン酸ナトリウムは割とかけます。なるほど、はい、グルタミン酸大事ですから。豆腐なんで、豆腐なんですけど、まあ、はい、この量なんで、はい、バランスが大事なんですけど、ちょっとご飯の量が少ないんで、ちょっと今日半分でいきます。ちょっと半分トーンと、これ、はい、はい、今から混ぜるんですけど、はい、モザイクが入ります。違う、混ぜた。ここにね、醤油も多少入ります。はい、多少、ほんとちょっとでいい。モザイクかけれるかな、俺。これ混ぜたらね、こう、はい、もうグロいのわかると思うんですけど。あー、これはやばいな。あー。マジか。で、豆腐はね、なるべくね、あんまりこう崩さない。あんまり崩さない。あ、そうなんですか。崩すのは崩すけど、うん、それなりにこう、うん、塊が残ってた方がうまいですね。絶対モザイクかけてるの、何も見えない。いや、かけなくてもいいけどな。あー、うまそう。はいはいはい。これは。これほぼ完成ですね。はい、じゃあ皆さん、この端のままと、このまま出してください。俺からいただいていいの？あ、どうぞ。今日もいただきます。書き込み方、うん、いけるやろ。いける。はい、うまそうだな。僕ね、これ1日1食大豆の味だな、うん、すごいでしょ。これね、僕1日たまに2回食ってます。2回めっちゃハマってますね。朝昼これ食ってます。うんうんうん、美味しいでしょ。うん、はい。皆さん、ぜひ楽しんでください。